俺はいいことをしたい。人の役に立ついいことをしたい。いいことをしたいと願う人生を生きたい。そう思っていた。やったのは分かっている。タカ、マツ、シゲだ。まったく今日は最低だ。愛車は盗まれるし、自販機の小銭が汚かった。そしてこのざま。だがへこたれちゃいない。俺はいつか法の番人になるんだ。誰かを助け、悪を正す、ヒーローになる。そうなったらあんな奴ら、あ、なんすか？返せ。は？俺の自転車を返せ！おしまいだ。思えば、わびしい人生だった。あの雲みたいな人生。ヒステリックな母親は、5歳の俺を袋に詰め、燃えないゴミの火に捨てた。悪人は刑務所に行き、あの自転車だけが残った。それから、ずっと一人で生きてきた。あの日、俺はヒーローを見た。誰かを助け、悪を正すヒーローに、俺はなりたかった。でも、おしまいだ。あの子の顔が、浮かんで消えない。思えば、ろくでもない人生だった。ほんと、シミみたいな人生。借金まみれの父親は、5歳の私を袋に詰め、ヤクザに売り飛ばした。あいつはオーバードーズであっさりと死に、私は残った。グレた私は、電線泥棒、詐欺の出し子、
レディースの頭。悪いことをしてわざと人生を間違った。愛なんてクソだ。バカ騒ぎや破滅的な生き方で私は燃え尽きる。それでいいと思っていた。けどあの夜、あいつの顔が浮かんで消えない。クソが。あの時はやりすぎた。申し訳ない。好きだ。付き合おう。ここから出よう。え、無理。てか出生、明日なんだけど。じゃあ明日、デートしよう。は？わかった。それじゃあまた。デート、デート、デート、デート。俺は正直に打ち明けた。お金がないと。すると彼女は、あ、え、彼女は走り出し、長い一日が始まった。誰もいない映画館で退屈なポルノを見た。彼女はカメラで映画を盗んで、それを VHS に焼き、路上にばらまくと、その売り上げで服を買い、髪を切って染め、高い飯を食べた。殴った男と殴られた女、跳ねられた男と跳ねた女。そんなことはもうどうでもいい。彼女は最高だ。俺は、この子の役に立てるだろうか。あいつは私の役に立つだろうか。彼女と目が合う瞬間、まるでスポットライトを浴びたみたいに、世界から俺たち以外の人や物は消えた。次の日も、その次の日も、俺たちは一緒にいた。彼女の言うデートに俺は疑いもなくついて回った。デートして、デートして、デートして、デートした。ねえ、知ってる？真っ暗な洞窟にいる深海魚ってさ、どうせ光なんか見えやしないって諦めて、目が退化してなくなっちゃうんだって。でも私思うんだよね。それってマジ最高じゃんって。光なんか、別に無理して見なくていいじゃんね。みんなが眩しい方に泳ぐから、世の中おかしくなんのよ。それは退化なんかじゃない。きっとそいつらなりの進化なんだよ。
あくる日、俺たちは最大のデートを決行した。今、俺の愛の炎はマジで燃え盛ってる。俺たちは走る。この世界を置き去りにして。そして、私は死んだ。彼の心に、ぽっかりと穴が開いた。ケーキを終えた彼は、母親の元へと引き取られることになった。彼の母親は、キャバレーで出会った出稼ぎの外国人と再婚し、穏やかな余生を送っていた。長い沈黙の後、彼の母親は彼に言った。おかえり。母は間違っていなかった。俺は燃えないゴミだ。彼は考えるのをやめ、ただ死を待つように過ごした。そして、一人じゃ生きられないバカがいるように、一人じゃ死ねない大バカもいて、しかもそれが自分だということを知り、俺は絶望した。彼はやがて鬼畜で恐ろしい妄想に取りつかれた。やめて。くだらねえ。俺にはもう何も見えないよ。クソが。
なんすか？その人も殺すのか？そのつもりだけどなんか文句ある？やめろ。ヒーロー気取りかよ、おっさん。勘違いするな。は？俺が助けたいのはお前だよ。なあ、俺のことも助けてくれよ。今日午後8時ごろ、東京都内を走行中の京王線の車内で、男が刃物を振り回して周りの乗客に切りつけました。少なくとも10人が怪我をしていて、このうち2人が意識不明の重体だということで、警視庁が20代の容疑者を殺人未遂の疑いで逮捕して詳しい状況を調べています。とても怖かったです。音楽を聴きながらスマホをいじっていて、騒ぎに気がつかなくて逃げ遅れてしまったんですけど、コスプレをした男の人が僕をかばって。捜査関係者によりますと、調べに対し容疑者の男は、仕事で失敗した、人を殺して死刑になりたかったと供述しているとのことです。報道陣の取材に対し、母親は未だ沈黙を貫いています。ただの和夫、彼はヒーローか、はたまた無法者か。視聴者の皆様、ぜひ情報をお寄せください。我々は今後も調査報道を続けてまいります。さて、続いてのニュースです。駿河湾沖で5歳の男の子が新種の深海魚を釣り上げました。家族で出かけた海釣りでまさかの大発見。なんとこの少年、釣り自体が初めてだったそうなんですよ。そうなんですね。すごいすごい。すごいですよね。愛らしいですね。で、こちらがそのお魚の映像になるのですが。わあ、目がとても大きいんですね。そうなんです。海上研究開発機構によると、これは暗い深海に暮らす魚がわずかでも光を捉えようと進化したものだと言われておりまして。お詳しいんですね。よく行く居酒屋さんの大将が教えてくれるんですよ。あら、そうなんですね。ああ、でもあれですね、このお魚も煮付けにしたら美味しいかも。やだ、怖いこと言わないでくださいよ。